どうも皆さんおはようございます。ココレモンです。今日の実写なんですけども、日頃のね疲れを癒しに温泉旅館でまったり過ごそうかなと思います。しかも前からねカニが食べたい欲がすごかったんだけど、そこの旅館カニが食べ放題ということで、僕の好きな温泉とカニがいっぱい食べれる、もうこれは行くしかないでしょ。行ってきたいと思います。今日行く旅館は仙台駅からすごい近づいてくるね、鳩。仙台駅と言ったらこの子がいるのよね、パンダ。今日行く旅館は仙台駅からシャトルバスも出てるので移動が楽ちんですね。ただ車内にはカップルもいるので、一人で行く人は現実を見ないように景色を見ていることをお勧めします。今日来た旅館は宮城県にある秋保温泉ホテル瑞鳳に来てみました。早速中に入ってみましょう。最初に検温とアルコール消毒をしてチェックインをしてるのでご安心を。でエントランス入るとこんな感じ。結構ね吹き抜けで豪華で開放感があっていいですよね。こういうところ天井高いとつい、どうなってんのかなって上見たくなっちゃう。こんな感じですよ。視聴者の皆さんにも目回ったん。ね、館内はこんな感じ。だいたい旅館に着いたらちょっと館内を冒険するんですけど、まあザ旅館はって感じですよね。おしゃれなホテルとかもいいですけど、やっぱ日本人なんでこういう和が落ち着くというか、ここにも鳩がいる。もう何？鳩アングルでも撮っとく？日本初だよこれ。アングル戻して、あまり来ない旅館とか、行ったことない道とか冒険するのってなんかワクワクしませんか？僕はね、めちゃめちゃワクワクするんですよ。色浴衣のレンタルもありましたね。女性用なんですけども、こういうのって、普段ね、浴衣もそんな着ないから、特別感増していいですよね。あと、伊達政宗と徳川家康の甲冑も置いてました。武将の前でおかしなダンスを踊れば踊るほど健康になれるっていう言い伝え知ってますか？嘘です。広めのラウンジもあって、ここでコーヒーとか紅茶とかケーキとか食べたりして、ゆっくりくつろげるスペースもありましたね。椅子も大きくて、ちょっとなんかもう王様になった気分よ。熱くない。そうこうしてる間に夕食の時間が近づいてきたんで、早速カニ食べに行きましょうか。カニ、カニ、カニ。食前酒もあって、飲みやすくてもこの全部入ってるやつ飲み切っちゃうんじゃないかぐらい美味しかったですね。食事の会場はこんな感じ。ここから、まあ、好きな料理を持ってくビュッフェ形式の夕食でしたね。はい、僕が今回持ってきたのがサラダでしょ？油淋鶏に天ぷら、かぼちゃとナスとエビですね。とエビチリ。美味しそう！ステーキでしょ？一口じゃ食べれない大きさ。そして今日のお目当てのカニですよ。こんだけ一気に持ってきちゃった。とシューマイね。こんだけカニがあって食べ放題なんですから。と茶碗蒸し。サラダから食べちゃおう。何回食べても飽きないぐらい野菜の種類が豊富だったので、女性の方は嬉しいんじゃないですかね。そして大好物のエビチリ。エビチリが置いてあれば、とりあえず取っちゃう僕です。天ぷらね。家じゃね、天ぷらなんてそんなやらないから。旅館の天ぷらなんでもサクサクして美味しかったですよ。油淋鶏もね、味がもうしっかりしてて、とても美味しかった。で、今日のメインディッシュ、カニですよ。じゃんけん、ポン！おん！まさかのアイコー！見てこれ。こうやってさ、一気に食べたくなるよね、カニは。こうやって。美味しい！美味しい！
肉もね食べちゃったりなんかして、カニと肉うめー。他にも料理いっぱいあったんですけど、ビュッフェだと自分の好きなものを好きなだけ持ってこれるんで、そこがいいですよね。皆さんもビュッフェの時ついつい食べ過ぎちゃって太っちゃうんじゃないですか。でもここはポジティブに考えてみましょう。あなたの体重が 1g 増えた。それはつまりこの世界にあなたという存在が 1g 増えたということです。つまり太った。まだ食べ足りなかったんで次持ってきました。お寿司、エビとマグロ、お刺身、マグロとタイ。いいよね、お刺身と寿司が食べるだけでもう幸せ。そしてピザとエビチリ、2回目。お寿司もお刺身もその場で作ってくれますね。いやー、めちゃめちゃ美味しかったんだよね。こうやってね、ビュッフェでお肉とかお寿司とか食べてると、もう月火水木金土日って1週間肉寿司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 っていう生活をしたくなっちゃう。お願いします。誰か最後にデザートなんかも食べちゃったりして、抹茶アイスとフランポワーズのケーキと、あともう一つなんだったっけ、案の定食べ過ぎちゃってもう30分ぐらいうえー横立ってました。で、落ち着いたら温泉に行きましたね。温泉最高。温泉上がりはこれでしょう。コーヒー牛乳、お風呂上がりに飲むコーヒー牛乳。さて、お味はいかがでしょうか。あまー。そして温泉なんですけど、大浴場も広くてくつろげたし、で遅い時間にね、いつも僕行って、そうすると利用者が少ないから独り占めした気分になれるんですよね。で露天風呂も立ち湯があったり打たせ湯があって、もう4種類ぐらいかな、もう全部満喫してきました。いや、もう完全に癒されましたね。僕普段社会人しながら YouTube もやってるんですけど、やっぱこうやって1日好きなご飯食べて、まあ、まったりしてリフレッシュできる時間を作るっていうのは大事だなって改めて思いましたね。皆さんもいろいろお仕事とかで疲れることあると思うんですけど、ぜひ好きなことやってまったりしてっていう一日を作るのをおすすめします。あと変なダンスを踊るとストレス値が下がっていくのでやってみてください。おはようございます。2日目の朝ですね。部屋から見た景色はこんな感じで、紅葉シーズンの前、ちょっと前に来たのでまだ緑なんですけど、紅葉のシーズンに来ると部屋から見た景色も綺麗なんでおすすめですね。朝ごはんですね。僕朝ごはんちゃんと食べたい派ではあるんですけど、炊き込みご飯でしょ、そしてサラダでしょ。朝からこんな量食べれるのいいよね。鮭と納豆、そしてお味噌汁で、僕の好きな揚げ出し豆腐に梅干しとスクランブルエッグでしょ。そして朝からお刺身食べられるという。でパンね。あと白石名物のウーメンもありましたね。一日の始まりからこんな種類豊富なご飯食べられるってもう最高だよね。これもまた旅館の醍醐味だと思うんだけどさ、まあ昨日のあのご飯食べ過ぎたのをちょっと教訓にあまり取らないようにはしたんだけど、すごい美味しかった。もう全部朝ご飯でさっぱりしててね、お刺身も食べれたし最高。はい、ということで今回カニを食べに行く温泉旅行の旅だったんですけども、美味しいカニ食べて温泉入ってめちゃめちゃリフレッシュできた。こんな感じにね、旅行行ったり温泉行ったりするの結構好きなので、また次回まったりした動画になりますけど実写であげたいと思いますので、ぜひぜひお楽しみにしててください。では次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。